小峰トンネルは東京都内の秋野市と八王子市の間にあるトンネルである。東京都道32号、八王子塚市線のトンネルは新小峰トンネル。旧道のトンネルは小峰水道という。新小峰トンネルは東京都道32号、八王子塚市線にあるトンネル。小峰水道は幅が狭く利便性。 安全性が悪かったことから新小峰トンネルの建設が開始された。小峰峠をくぐり抜ける形で建設されたため、以前の峠道を通る必要がなくなり、利便性、安全性の悪さが共に解消された。小峰水道は東京都道32号、八王子塚市線の旧道にあるトンネル。小峰水道に行くには峠道を登っていく必要がある。 登り切ると、小峰峠があり、そこが、小峰水道である。トンネルの入り口上部に取り付けられている変額には、八王子側は、小峰水道、五日市側は、大正5年2月生といずれも右書きで記載されている。以前は、小峰水道のある道路は、上下1車線ずつで、秋川街道の一部として、八王子駅方面と武蔵五日市駅方面と、 行き来する主要な交通経路の一つとして利用されていた。しかし、カーブが多い上に、旧ミ峰トンネル付近は、車がすれ違うのも難しく、トンネルも3.3メートルという車両の高さ制限があった。加えて、京王八王子駅武蔵五日市駅間を通っている路線バスも通行しており、交通手段としては、利便性や安全性の良い道路ではなかった。また夜中に、 オートバイの違法競争型暴走族が多く、出没することも問題となっていた。新小峰トンネルの開通により、小峰水道はその役目を終えている。現在は水道への道の入り口には、今熊川、武蔵五日市側ともに、ゲートが設けられており、徒歩による通行は可能だが、車両での通行はできない。車両が通行していた時期は、小峰峠というバス停が、 旧小峰トンネル付近に設置されていた。新小峰トンネル開通後にその近くに移設したが、2006年4月に、今熊山登山口と解消した。2006年に止水と崩落補強の処理がされ、レンガの上からコンクリートが吹き付けられ少し狭くなっている。ありがとうございます。